フラマテング横浜に現るは、1942年制作の、日本映画。監督、脚本は、伊藤大輔。主演は、嵐勘十郎。制作は、大英京都撮影所。尺庁は、全八巻。1942年10月29日公開。舞台は、明治初期の横浜。悪徳商人ヤコブは、表向きは、居留地で。 貿易省を営んでいるが、実は大量の偽金で暴利を得ていた。このままでは、我が国の財政は破綻するとの新政府の意向で、クラマテングこと、老人、クラタテンゼンは、ヤコブの経営する、極馬団ダフネに用心棒として潜入する。その頃、盲目の女芸人を力と、各米志士の杉作、チャコの兄弟が、居留地に現れる。名家、 ボン博士にお力の目を治療してもらうためだ。杉桜は、ヤコブの陰謀に巻き込まれて死んだ、造船儀塩原の遺書を偶然手に入れ、探索中の倉田と知り合う。小原の遺書に、ヤコブの悪事の司祭が書かれているのを見た倉田は、杉桜と共に、ヤコブの偽金工場を発見する。ヤコブは倉田を抹殺すべく、小原の重邸、三浦勝彦に、兄を殺したのは、 クラマテングで敵を撃てとそそのかす。こうして、クラマテングとヤコブとの戦いの幕が切って落とされる。闘技以ゴスランプに陥っていた伊藤大輔であったが、本作では思考を凝らしたミステリー形式の時代劇として高い評価を得て、監督としての伊藤復活をファンに印象付けた。特に、嵐勘十郎の18番のクラマテングを、 曲馬団でかさばりをしたり、看板スターの美女の買い物のお供をする、くたび入れた役柄に変えるなど、パロディ化したり、幕末から開国後に舞台を移したことで、旧来の江戸と西洋文明とが混ざり合った独自の世界を作り上げている。伊藤は、ロケ地の岡山県玉野市の造船所で、嵐勘十郎に300メートル失踪しながらの乱闘をワンカットで撮るシークエンスを設けた。 伊藤自身、菅重郎の美しい盾を買っていたが、完成されすぎた恨みもあります。そこへ今一つ波長のリズムを、劇の波紋を投ずるべきという狙いがあった。全力疾走でしかも刀を振り回しての立ち回りには、さすがの菅重郎も、先生、これちょっと無理やと思いまっけどな。と断ったが、伊藤は、ああ、そうですか。あなたには無理ですか。と突っぱね。 逆に、勘十郎を発奮させてこのシーンを撮った。死者を見た伊藤は、300メートル走りながら、左右に敵を切り捨てる勘十郎の裾が、一種も乱れていないのに感心し、あれほどの大移動で、裾が乱れておりません。きちっとさばいているのです。あらかんこの人も技おぎです。と惨事を送った。勘十郎も、すごい迫力や、 走れるものやなぁとあれながら感激してしもうた。移動大好きとはよう言うた。なるほどと納得した。と述べている。なお、戦後の新中軍の検閲により、このシーンは削除されてみることはできない。戦後、クラマ天狗、黄金地獄と解体されて、リバイバル上映された。金城と嵐勘十郎ほか、ありがとうございます。